皆さんこんにちは。週末 YouTuber おいゆくです。今日は私の Chromebook ユーザーとしてのおすすめの Chromebook、 それからそのおすすめの使い方についてお話ししてみようと思います。そんなにね、私自身が長いことを Chromebook 使ってるわけではないんですが、 Chromebook 系 YouTuber としていろいろ試してみたことなどなどありますので、その経験をもとにしてお話をしてみたいと思います。今回のお話が何かの参考になったと思っていただけたら、高評価それからチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。では早速ご覧いただきましょう。私がなぜ Chromebook を愛用しているのかと言いますと、私が端末に求めているもの、それは軽さ、それから安さ、取り回しの良さ、この3つになります。とにかく持って歩いて使いたいっていうのがあります。持って歩いて使いたいので、高いものだったら壊したりなくしたりするのはちょっと怖いかなって思ったりしています。あとですね、高いものはそれなりにクオリティが高くてよろしいのですけれども、私自身そこまでのハイクオリティなものは求めてないっていうことが分かりました。まあ実際使いこなせてないっていうのが大きいですよね。いらないんです、そんな高級品。 Chromebook で十分でした。話の種くらいで買ってみた Chromebook だったんですが、お値段の割に十分なクオリティがあるんですね。私が使うんだったらこれで十分です。そう、 Chromebook は3拍子揃ってます。安い、軽い、丈夫。特に私がおすすめしたいのは10インチのタブレットタイプがおすすめです。タブレットタイプといっても PC チックに使えるっていう意味では、ライバルの iPad よりも利便性はずっと高いと思います。処理能力は iPad にはちょっとかなわないんですが、まあ、お値段考えたらしょうがないですよね。非力と言わざるを得ないんですが、実際じゃあ非力で困るかって言ったら、非力で困ったことはないですね。多少もっさり感はあるかもしれませんけどね。スマホなんかに比べると画面が大きい分もっさり感はあったりするんですが、まあ待ちゃいいんです。処理がちょっともたつくときには待てばいいんです。でもスマホよりも格段に操作感はいいですよね。 iPad は画面が大きくても非常にサクサクヌルヌル動きますが、まあ気分はいいかもしれませんけどね。のんびり使えば Chromebook で十分です。でタブレット端末のいいところなんですが、軽くて取り回しがいいっていうのももちろんそうなんですけど、タブレット端末って大体みんな画面が綺麗ですね、はい、ノートブックタイプに比べると画面の綺麗さはタブレットの方が上だと思います。性能的にはコスパはね、ちょっとノートブックタイプより落ちると思います。やっぱり軽く作らなきゃいけないっていうんでコストがかかる分ですね、同じお値段だったら性能的にはちょっと落ちるかもしれません。ただ性能的な部分の話をすると、上を見ればキリがないので、まあ私が使っているアイデアパッドデュエット、これですね、これでね十分です。全然もう上を見たらキリがないんですけど、まあ、足りない部分はね、スマホと併用することでもうほぼ無敵で使えますね。全然困りません。はい、で Chromebook が iPad に比べて強みがあるとしたら、ズバリ PC チックな使い方ができるってことです。 PC チックってどういうことかっていうと、まあ、iPad ね、最近はマルチウィンドウとか対応するようになりましたけど、パソコン的なウィンドウをたくさん開くとかね、画面を分割して使うとか、そういった使い方をしたいんだったら Chromebook の方が断然便利です。さらに Chromebook は安いくせにって言い方失礼ですけどね、手書きや音声入力も非常に優秀です。さらにこのタブレットタイプであれば非常に軽いので、スタンドだとかそれからリングをつけてあげれば手持ちで、手に持った状態で作業ができてしまう。これは便利ですね。カフェで机と椅子があればタイピングで文字を入力したりもできますけど、極端なこと言えば椅子だけあれば座った状態でね、これスタイラスペンと一緒に手で持った状態でこう書いて作業ができるんですよ。
手書き入力もできますから。それどころか椅子がなくても立った状態で書いたりもできますんで、非常に作業効率って意味ではどこでも何でもできちゃったりするのでね、そういった部分は Chromebook の強みかなと思います。まあカメラがちょっと弱かったりするので、まあ、オンライン会議やるぐらいだったら全然問題ないと思いますけど、綺麗な風景撮ったりね、ちょっとした映える写真を撮るなんていうのは画質的に少し弱いと思いますんで、そういったところはスマホであったりカメラであったり、そういったもので連携することで弱点はいくらでも補うことができます。それよりは Chromebook の独自の強み、先ほどもちょっと言いましたけどね、 PC チックに使えるとか、音声入力や手書きに強いとか、そういったところを活かしていった方がいいんじゃないのかなと思います。 PC チックに使える PC っぽい端末なのに、機動力って意味ではノート PC なんかに比べると断然ありますね。そこが Chromebook のいいところかなって思います。で、私のおすすめの使い方なんですが、基本やっぱり軽い端末を選んで、私は持って歩きたかったので10インチのタブレットタイプを選びましたが、いつもカバンに入れて持ち歩いて使っています。持ち歩いて使う、そしてこれ最近編み出したというかね、最近使ってて思いついたやり方なんですが、手書きなんですね。私の場合手書きがすごくいいと思ってます。手書きをすることで頭の活性化に非常に役立ちます。手書きをしてもちゃんと文字に変換してくれるんですね。これも優秀ですね。慣れればかなりいい確率で文字変換してくれます。手書きをしても文字入力ができる、文字入力ができるっていうことは、家に帰ってきて落ち着いてデスクで思いついたアイデアを後から整理できるんです。デスクでは思いつかないようなことを出先で頭が活性化して思いつくってことありますよね。思いついた時に家に帰るまでに忘れちゃったら何にもなりません。外で持って歩いて使える Chromebook はいいこと思いついたらその場でメモをしておけばいいんです。後で整理すればいい。これが追いゆく流の便利な使い方、秘訣です。ちなみにここから先はおまけになります。 Chromebook ってクラウドで使うことが前提になってますよね。確かにその通りです。データはクラウドに置きます。ということは Wi-Fi がなければ使い物にならないんじゃないかって思いがちなんですが、まあ、確かに Wi-Fi は欲しいところですよね。でもね、 Wi-Fi がなくてもある程度使えるんです。以前私の動画でもお話ししたことがありますが、今ここにカードを出しておきますけど、 Wi-Fi がなくてもそれなりに使えるんです。大事なポイントは場面に応じた使い方を考えましょうということですね。 Chromebook はお値段が安い分多少機能に制約があったりするんですが、その制約を工夫することでなんとか乗り切っていくことができます。そういった使い方の楽しみ方もあるのかなと思っております。ちなみに追いゆくは長年 iPad を使ってました。 iPad 便利に使っていたんですが、まあ、あえてアンチになったわけではないんですけどね、 Chromebook に出会ってからは iPad は使わなくなりました。今は iPad 売ってしまって手元にありません。 Chromebook で十分使えております。 Chromebook が今は手に馴染んだ道具になっています。ということで今日の動画はこれでおしまいでございます。今回の動画が良かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。コメントもお待ちしております。皆様からのコメントが私の励みになりますので、今後の動画のリクエスト等がありましたら、コメント欄でコメントをお寄せいただくと大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆様ごきげんよう。